ガリレーゼミナール。私たちはお前を許してはおけない。地球のヤード、はいは、愛愛は、僕たちが守る。お前の好きなようにさせてたまるか。6人の戦士がお前を成敗する。ビバレンジャーベリーズスカイン。シミュレーションが始まってるの。やんなくていいよ。キャラがバーイ。お前らに俺様が倒せるかな。ちくしょう。こうなったらあのベリーズ光線出しちゃうぞ。みんな今よ。ベリーズ。あーっと。高一くんがどうなってもいいのかな。歩いてた光一くんがどうなってもいいのかな。ナイス展開。いいよそういうの。じゃあみんな続けて、よーいアクション。今日よガリベンゼミナール。そうよ、その子から手を離しなさい。光一私の光一。今どういう展開か分かる人。お願いガリベンゼミナール、私の子に手を出さないで。皆さん、光一くんはブルーの子供という設定です。ブルー落ち着きなさい。だったんだった。ご主人登場しました。なんとかしてください。光一を助けてください。光一は隠れない息子なんです。だからお願いです、刑事さん。ご本、私がご紹介に預かりました刑事です。ですがそんな私にもどうすることもできません。だがお子さんは必ず助けて出しちゃいます。そんなこと言って5時間も経ってるじゃないですか。何還元ですか。まあ、ちゃんと助けてください。大丈夫です。そうピリピリせず。ピリピリしますよ。すいません、あの大丈夫です。今本部から落としのデカ長と呼ばれている凄腕の刑事が向かっているのでご安心を。ピリア電話出してで回します。そうか、分かった。安心してください。凄腕が到着しました。はい、私と凄腕刑事、こいつを助けてください。私、あの子がいなくなったら。私にトラメガを持たせたらもう安心です。で、犯人はどこに。あそこです。名前はガリベンゼミナール。年齢不詳、職業は悪の組織です。分かった。ガリベン、バキュン。クソ、撃ってきやがったな。ガリベン、バキュン。カンカンカン、来た。ナイスキャッチです。ありがとう。ガリベン、バカな真似はやめておとなしく投稿しろ。クソ、手強いですね。ガリベン、今ここに熊本からお前のお母さんが来ている。うちやんの。はい、お母さん。ガリベン、バカな真似はせんでお母のところに帰ってこんで。その調子です。バキュン。貴様、お母さんは撃つな。私を撃ってもいいが、お母さんだけは撃つな。何なんですかね、あいつは。まったく、あいつを産んだ親の顔が見てみたいですよね。これがその顔だ。どうしました、お母さん。心臓が、持病の心臓が、いいか、危険な状態だ。どっかに、ドクターはいませんか。どうしました、通りすがりのドクターです。お名前は。ドクターの財前です。では脈を。大丈夫、少し休んだら落ち着くでしょう。では私はこれで。ありがとうございました、財前先生。財前先生、君は海沙子財前。まさか君は妻が看護師だった頃に恋人だったあの財前。私はこれで。
息子に、あなたの息子に一声かけてくれませんか。僕の、どういうことだ、リサコ。ごめんなさい、今まで黙っていて。財前先生、あれをご覧ください。今、高一君はガリ勉の怪物にとらわれの身です。頑張るように声をかけてくれませんか。もう私には、あなたの息子さんなんですよ。本当に僕の、本当です。財前先生、やだよし、じゃあ気を取り直して。よー